人生で一番傷ついた話。じゃトイレ行ってきていい？はーい。おい、どんだけトイレ行くんだよ。お腹痛いんだよ、さとみくん。大丈夫、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。僕本当に傷ついて、うん、今でも引きずってることがあるんですよ。幼稚園の頃のことなんですけど、幼稚園の頃とか全然まだその自分の外見とか気にしたりとかないじゃないですか。はい、まあ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 、だから朝起きて、まあ普通にね、毎日幼稚園に行ってたわけなんですけれど、幼稚園に行ったその日は寝癖がすごかったっぽくて、結構もうすごい寝癖で、その寝癖のまま幼稚園に行って、幼稚園の下駄箱に靴をしまって幼稚園の廊下を歩いてたら、仲の良かったお友達から、うわーって言われて、え、頭がってこと？そう、頭が寝癖をパイナップルだって言われたんですよ。で、そのパイナップルだが連鎖して、もうたくさんの人からパイナップルだって言われまくって、すっごい恥ずかしくなっちゃって、その時にあだ名がねみたいな感じになっちゃうな。そうパイナップルだっていうのがもうすっごいもう心に突き刺さって、その日水道 で手を濡らして髪の毛を、寝癖を直して、かわいそう、直して、その日以降毎朝寝癖を直すことを今でも欠かさずやっております。めちゃ気にしてるじゃん今でも。僕は必ず寝癖がある状態で外出しません。確かにルート君の寝癖あんま見ないね。なコロちゃんは本当になんか鳥の巣みたいな状態で来るの。僕鳥の巣なのにな、ね、僕どんなに忙しかろうとも寝癖を直す。大丈夫だよルート君、コロちゃんみたいなやつがいるから。もういい、俺たちの中ではパイナップルで来てもそうだよ。僕は鳥の巣って言われてるから。